ターメルスレッジ、ターメルスレッジ、デアメルスレッジ、1977年3月18日隊は、アメリカ合衆国のオスカロライナ州出身の元プロ、野球選手、外野手、内野手、左投げ左だ。相性は、スレッジハンマー。アフリカ系アメリカ人の父と韓国人の母を持つ、ハーフである。 カリフォルニア州グラナダヒルズのジョンカイケネリ高校を経て、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校を卒業の MLB ドラフト45巡目でシンシナティレッツに指名されるが契約せず、翌の MLB ドラフト8巡目でシアトルマリナーズに指名され契約、9月にトレードでモントリオールエクスポズに移籍、2エクスポズでメジャーデビューし、 主に左翼詞として133試合に出場し打率269、15本類が62打点を記録。エクスポズがワシントン d c へ移転し、名称をワシントンナショナルズと改めたは開幕戦でナショナルズ第1号となる本類打を放つ4月4日、対フィラデルフィアフィリーズ戦の6回表も20試合の出場に止まった。月日に アルフォンソソリアーノとの1対3のトレードで、ブラッド・ウィルカーソン、アーマンド・ガララーガと共にテキサス・レンジャーズに移籍。さらに1月6日には、ビリー・キリアン、アダム・イートン、大塚・ー・キノリとのトレードで、エイドリアン・ゴンザレス、クリス・ヤングと共にサンディエゴ・パドレスに移籍した。は百試合に出場し、打率。百十点七本類が、十三打点を記録。チームメトに、 あとに埼玉西部ライオンズへ入団するヒラム、ボカチカが降り、ボカチカが右翼手、スレッチが左翼手で、先発出場した試合も多かった。2007年12月4日に、北海道日本ハムファイターズが対談した、フェルナンドセギノールに代わる、主砲候補として2年契約、総額285万ドルで合意したことを発表した。背番号は10。 開幕直後は、内野頃、特に二塁頃が多く、出塁も死球によるものが大半で打率が上がらなかったが、聖波交流戦から徐々に打率を上げて、日本の野球に順応し出した。大柄ではないが、パンチ力を活かした鋭い打球を飛ばす打撃が持ち味で、得点圏打率。355、リーグ2位という勝負強い打撃で、大砲不在のチームでは貴重な存在となった。 打順は4番5番、指名打者での出場が多く、一塁手、左翼手としても起用された。チームが、打席の左右を交互に打順を組む、ジグザグ打線を採用したことで、5番、指名打者に定着。4番にはこの年8本塁打の高橋真二が座り、繋ぐ4番として、後期を演出し、スレッジが返し流れが定着。5月17日のオリックスバファローズ戦で、 走塁中に、左太もも裏の軽い肉離れのため選手登録を抹消されたが、シーズン計117試合に出場。打率は、266で、目標にしていた30本塁打には届かなかったものの、共にチームトップの27本塁打、リーグ3位、88打点、リーグ4位と前年以上の成績を残し、ポイントゲッターとして、チームのリーグ優勝に大きく貢献した。 クライマックスシリーズ第2ステージでは、シーズン終盤に、猛烈な強さを見せ球団初の CS 進出を果たし、その第1ステージ後に連勝で突破し勢いに、乗っていた東北楽天ゴールデンイーグルスを迎え撃つ。その第1戦、それまでの勢いそのままに、楽天に4から8と大きくリードされ9回裏に、突入。1点を返しもなおも3点差の一四万塁で打席に、立つ。 相手投手、福森和夫の投球を左方向へ弾き返すと、打球はそのままレフトスタンドへ吸い込まれる。野球界において最高の一打とされる3点3 0点、サヨナラ満塁本塁打となり、楽天の勢いを断ち切った。なおこの一打は2010年8月9日に2リーグ制、以降60周年記念で NPB が現役選手と監督をタイに行った。 史上最高の試合、史上最高の名勝負、名場面アンケートの、名勝負、名場面部門で、第1位に選ばれている。2勝1敗を大手をかけた第4戦では、岩隈久さから3点本塁打を放ち、日本シリーズ進出を決めるなど、このシリーズ4試合で2本塁打10打点の、大活躍を見せ、クライマックスシリーズ MVP を獲得。続く、 日本シリーズでも本類打を放つ活躍を見せた。しかし、手法として一定の結果を残したことで、現状の1億3、500万円からの年俸アップ、複数年契約を主張する代理人側と、将来の和製大法として期待を寄せる中田章を育成するため、反ギュラー状態での起用、現状維持の年俸、単年契約を提示する日本ハム球団側との間に開きがあり、 固有権を喪失した12月1日に自由契約となった。日本ハムは自由契約となった後も引き続き交渉を行ったが、両者の主張は平行線をたどったままであった。その後まだ32歳で、250以上の打率と30本塁打程度を期待できる長打力を持つ左打者であるスレッチの獲得を希望する球団は複数現れ、 ソフトバンク、セーブラとの競合の末に、横浜ベイスターズが計、希望していた増額1億8、0円の2年契約の評価を受け2009年12月17日に入団が決まった。背番号は3、は、DH 制のないセリーグでは守備は、左翼手、打順は4番、村田周一の後を打つ5番として出場。打率は、であったが、 交流戦前には子供が生まれたために一時帰国し、チームの低迷により、終盤9月23日をもって、早々と自身のシーズンを終えるなど少ない出場ながら、自己最多の28本塁打と78打点を記録。右投手に対し打率。215と不調であったか、左打者にもかかわらず左投手に対しては打率。311と相性が良かった。 2011年は、1試合3本塁打を2度披露するなど、固め打ちが多かったが、1ヶ月以上本塁打が出ない、時期もありはの激しいシーズンだった。8月21日に、右足付け根を痛め登録を抹消された。その後9月6日に復帰したが、痛みが再発して4日で、再び抹消され、治療のため帰国し、そのままシーズンを終えた。 96試合で20本塁打と試合数の割に、長打力を発揮したが、球団がアレックス・ラミレスを獲得したこともあり12月1日に戦力外通告を受け対談した。2011年12月7日、フルス日本ハムと契約することが発表され、3シーズンぶりに復帰することになった。背番号は再び10に決まった。は、左翼手に中田翔一塁手に、 稲葉敦敷が定着しているため DH での出場。DH 制のないセパ交流戦のセリーグ主催試合では代打での出場となった。主に7番打者を務め、5月22日の DNA 戦にて史上23人目となる全球団から本塁打を達成するなど、前半戦のチームの首位争いにも貢献していたが、6月19日に左膝の検査を受けるため帰国した。 その後、6月30日に、左大腿骨滑車口に4度、重度の軟骨損傷と有利軟骨があると診断され、リハビリが進まず、結果的に復帰できないままシーズンを終えた。11月5日、球団より対談が決定したことが発表された。ファーストネームは、両親が名付けるときに、テレンス、テレンスかメルビンの、メルビンどちらにするか迷い、二つを繋げた、デアメルにした。 焼肉が好物である。2008年9月15日の対オリックス戦で先発したダルビッシュ有は試合後何をおごったらいいかわからないと発言。8回まで完璧な投球だったが9回に逆転を許しそのままオリックスの勝利かと思われたがその裏スレッジのサヨナラだがあり勝ち星が転がってきた。それを聞いたスレッジはじゃあ焼肉を お願いしますと即答した。この約束が果たされたかどうかは不明だが、クライマックスシリーズ第1ステージでダルビッシュが先発し、スレッチが先制本塁打を放って勝利した試合後、今はこのままの方がお互いに流れがいい。日本シリーズが終わったら連れて行ってもらうよ。僕は焼肉が大好きだから、とリクエストした。相手選手を試合やシーズンを通して研究している。 試合やシーズンが終盤に近づくにつれて、好成績を上げる場合が多い。試合を決める一打も多く、2009年はリーグ最多の15勝利打点を記録していい。元楽天監督の野村克也は、スレッチは直球のみのバッターで、フォークだけ投げとけば、大丈夫、まっすぐしか打てない、バッターと評価している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。